クヤホガバレー国立公園の位置クヤホガバレー国立公園はオハイオ州北東部アクロンとクリーブランドの間のクヤホガ川沿いの田園風景を保護している。51平方マイルの公園はオハイオ州でただ一つの国立公園である。クヤホガは模倣区語で曲がりくねった川を意味する。多くの観光客はかつて308マイルのオハイオエリー運河の延長であった。 20マイルのトーパストレール沿いの砕かれた石灰石紙をハイキングやサイクリングをして過ごす。公園では現代的な関心を持つ訪問者向けに美術展覧会、野外コンサート、眺めの良い鉄道ツアーが行われる一方、19世紀と20世紀初期の地球に優しい農業が見られる。公園には連邦政府が保有していない場所がある。例えば、 サミット軍のメトルパーク制度によるいくつかの公演、クリーブランド管弦楽団が夏に公演を行う、ブロッサムミュージックセンター、ヘールファームビレッジがそうである。1980年代の半ばには公演でナショナルフォークフェスティバルが開かれた。滝、なだらかに起伏する丘、ゆったり曲がりくねって流れる川の風景が多くの観光客を引きつける。公演の至るところで、 急な狭い峡谷、なだらかに起伏する氾濫原、青々と茂った農地が互いに対象をなしている。また、多くの動物が住んでいる。クヤホガ川クヤホガバレー国立公園の秋当初は1974年12月27日に、国立レクリエーションエリアとして設立されたが、2000年10月11日に、米国議会によって、国立公園に再指定された。 国立公園局の管理下にある。ビーチウッドのデビットバーガー国立記念碑は、クヤホがバレー国立公園の管理下にある。公園の一部は、実際に再生自動車の廃品置き場となっている。長期にわたる浄化運動が実り、現在多くのビーバーがこの地域に住んでいる。ありがとうございます。